議局復興の兆し、岸田国夫。議局会不審の声を聞くことすでに久しい。一見まさにその通りである。本誌記者からその問題について書けと言われたとき、私は書けばどうなるのだろうと思った。が、よく考えてみると、なるほど議局は小説ほど人目に立たないけれども、この一二年来、決して不審とは言い切れない。 ある新しい機運をはらみ、私などの目から見ると、これまでにない活発な動きを示し出しているのである。もちろん、まだ新劇団の多くは、相変わらず外国劇の上演によって乏しいレパートリーを埋めているし、結果から言えば、イプセン、チェーホフらの西洋近代古典の再演が圧倒的に人気をさらい、さらに、アメリカ・ブールバル劇の新鮮味が、 監修の心を強く捉えたことは事実であるしかし、それにもかかわらず、各々の,の,の新劇団は、以前にも増して、創作戯曲の力作を求めつつあり、我々戯曲家もまた、奮ってその要求に応えようとしているのである。ただ、この需要供給の原則だけでは、問題が解決しないところに、すべての悩みがある。それなら、問題は一歩も、 解決の道へ進んでいないかというと、決してそうではなく、その上、さらに、戯曲文学への時代的な関心という好条件が、これに加わってきたことを見逃してはならない。まず、極めて顕著な現象として、第二次大戦後の欧州、ことにフランスの文学界を通じて、最も華々しい活躍を続けている作家が、サルトルにしろ、カミュにしろ、そろいもそろって、 小説家であると同時に、戯曲家であるということ。そのことはまた、戯曲なる文学形式を、大戦後の新文学運動の主流にまで押し上げたということを注意すべきである。この傾向は、あたかも、かつてのロマンチシズムの運動が、遊合の戯曲、エルナニの上演によって、火蓋を切ったのと、 やや共通するところがあるようだけれどもそれはむしろ外観の類似であって本質的には非常に違ったものであるすなわち彼にあっては劇は時の方便であり今日のそれは劇は小説とその領域を半然と分かち合っている一つの進化であるそしてそれはバルザックやモーパスさんやゴンクールなどが試みて失敗した 三分の劇化とは全く異質のものであり、クローデル、ジュール・ロマン、ジロードゥーの流れを組んで、しかも一層民衆的な演劇の創造を目指したもののように思われる。時を同じくして、我が戦後の文学界にも演劇に対する一種の関心、久しく打ち絶えていた戯曲への興味が、局部的にではあるが、そろそろ目覚めかけた気配が感じられる。 私は必ずしもこの原因を小説の行き詰まりにあると断じるつもりはないが少なくとも文学におけるジャンルの限界の再認識さらに戯曲というジャンルの可能性への新しい期待から生まれた機運ではないかと思うそういえば私の記憶にある限りでも例の関東大震災の直後小説家の数多くが戯曲を書いた時代があったそれがほんのの 一時の減少に過ぎなかったことは、今から思うと残念であるが、当時はまだ新しい演劇運動は本当に地についていなかった。築地小劇場に外国劇万能の主張を掲げ、ビビたる創作劇には目もくれぬ風があった。私たちは、新劇協会という貧弱な団体によって、それらの新作を取り上げはしたが、反響は少なかった。今日は事情は全く違っている。 我々戯曲を本業とする者にとって現在ほど力の入れ替えのある時代はいまだかつてなかったのみならず小説家でも戯曲も書ける人が現在ほど求められている時代もまたこれまでにはなかったのである。戯曲家が戯曲を書くのは当たり前だが詩人や小説家が戯曲を書くということを必要以上に特別なことと考える習慣がなくもない。 これは古い観念だからぜひとも打破しなければならぬ。しかし実際問題としてそれには何か十分な動機があればこれに越したことはない。一般的にその有力な動機となるのはともかくも劇場に足を向けることであり、最初は面倒でも多少は楽屋裏の空気を吸うことである。俳優の生態を知ることは舞台のイメージを豊富にする手っ取り早い方法である。 私たちは現在の一つの機運に乗じ、これをさらに有効に発展させるために、雲の会というグループを結成し、着々仕事のプログラムを実行に移しつつあるのだが、新しい演劇を育てる道はこれ以外にないという私たちの信念の現れである。いささか宣伝めくが、我々の努力がどういう形で実を結ぶか。 近く、同会編集の雑誌、演劇の観光によって、一般演劇愛好者と固く手を結びたいと願っている。